皆さんこんにちはおにぎりくんの日本語発音教室へようこそ私はサチです日本語の発音と口語の指導をしていますこのシリーズでは小学校で習う漢字を音読み、訓読み、特別な読み方に分けて紹介します読み方ごとに単語も紹介しますが初級のものだけでなく辞書には載っていても 普段漢字で書かないものや、日本人でも読めないような難しいものも少し含んでいます。おにぎりくんのセリフを参考にしてくださいね。勉強の前に少しだけ豆知識もお話しします。では早速始めましょう。最後と最後この二つの単語は発音もアクセントも同じです。 ですが、意味には少し違いがあります。皆さんはその違いを知っていますか一般的に最後は、いくつか続いている物事の一番後ろという意味です。反対語は最初です。一方で最後は、命が終わるとき。 という意味ですある期間の一番後ろという意味では最後と同じですが特に人生や国の歴史などたった一度しかない週末を表します。館 映画館映画館図書館図書館館館館岩岸。 岸海岸海岸い岸岸岸岸 山岸,山岸木をき立起立起承起承。起 起きる,起,きる起こす起こすきご時期時期 期期末、期末、最後最後客かお客さんお客さん 観光客観光客資格資格価格価格急きわ 究極究極追求追求極める極める急 急速急速急急、急ぐ急ぐ急ぐ 高級高級初級初級きゅうぐうくみや 宮城県 宮城県球球野球野球地球地球 たまたまきょこさきょねんきょねん消去消去 過去サルサルきょうはしばしきょうりょう。過去去 橋梁橋,橋石橋石橋行業業 事業事業,業績業績自業自得自業自得,業自得仕業 しわざ曲・曲線曲線円曲円曲,曲曲がる 曲,曲げる曲曲薬局薬局 郵便局郵便局銀銀行銀行銀河銀河 胃腸胃く区別区別,区,別区分区分

具具体的具体的道具道具おもちゃおもちゃ 君。君子君子しょくんしょくん。君。君。 かか,かかり。関係。関係。かかる。かかる。かかり。

軽い軽い気軽気軽軽やか軽やかひょ

血管血管血,血鼻血鼻血鼻血,血,血気 決意,決,意決断決断決戦決戦決まる。 決,まる決める決めるけん <県 S 1> とけんきゅうけんきゅう。研究研究 研修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 本日の勉強はここまでです。興味がある方は、おにぎりくんのホームページも見てくださいね。これからも一緒に頑張りましょう。